モテたい。モテたい。どうも、岸です。今日はですね、まあ以前、ハゲメン利用師、タカタンさんに散髪をしていただき、パーマをかけていただきました。で、今、まあ、起きたばっかではないんですけれども、昨日から今日にかけて起きたままの姿で今いるわけでございます。でですね、これからちょっと、お外に出る、まあバイトなんですけれども、ちょっと身支度をしようかなと思っておりまして、で今日ですね、これ、タカタンさんがおすすめしていたスタイリング剤。これ毛質が良くないですかね。ちょっと若干チリチリというか。ああ、それはあの元々のやっぱそうだね、ハゲメン特有の。なるほどなるほど。その毛質を取り除くにはウエットにすると大丈夫。ちょっとウエットにしたらこういうあのチリついてる感じはなくなるから。だから俺がいつもパーマかけた時やったのはハードムースが一番いい。ムース。うん。ワックスだとやっぱあのまんべんなく塗れないから、ムースをねくしゃってやるとウエットな感じでそのチリチリ感が収まる。それは濡らした状態でですか、それも。うん、それハンガー機で。ウーノのやつですか。俺はね、ルシード。ルシード。ルシードのね、はい、なんか40歳からのみたいな。あの、はい。これをね、買ってきたので、今日ちょっと初めてこれを使ってみようかなと思っております。で、これで、モテを作っていきたいと思います。ということで、じゃあ、まず、コンタクトをはめたいと思います。はい、コンタクトはめました。じゃあちょっとやっていきたいと思います。ちなみに昨日の夜にお風呂一回入ったんですけど、あんまり今日そんな寝癖がある感じではなさそうです。で、まずこちら、寝癖直しスタイリングウォーター。で、これが寝癖直しをしつつ、ちょっとこう、説得力のあるものらしいので、ちょっとこれ使ってみたいと思います。さて、どんな感じになるのか。じゃあこれをシュッシュしていきます。匂いはね、ウーノとか、ほんとビジネスマンがよく使うような整髪料の匂い。無香料っていう感じの匂いですね。はい。あんまりベタベタしないですね。で、ちょっとこんな感じで、全体的に髪を濡らしていきました。で、ここからこのムースをつけていくわけですけれども、ちなみにこれ40歳からのって書いてるけど、僕まだ35なんだけどね。まあまあでもちょっと、アラフォーなんで、ちょっと足、あ、でもちょっと若干ベタベタするかな。スタイリング剤があるだけ。これでもね、なんかいけそうな気もするんだけど、あ、確かにちょっと硬くなってきたな。はいはいはい。これだけでいけんじゃね？これいらなかったんじゃない？まあいいや。で、このヘアフォーム、スーパーハードって書いてるんで、多分ね、ムースみたいになってると思うんですよね。ちょっと出してみますよ。あ、ムースですね。はいはいはい。ムースです。これをですね、髪に塗っていきます。ちょっとつけすぎたかな？うん、さらに。ちょっとね、最近黒髪に戻したんですけど、ちょっと黒髪戻し、まあ、厳密に今白髪染めだったんですけど、ちょっと茶色が出てきましたね。はい、こんな感じで、ちょっとパーマっぽくなってますね。ケタバができて。はい。で、これをちょっとか、まあ、ベタベタ。ちょっと乾かしていきますね。で、乾かすとき注意していただきたいのは、まあ、やったことないんだけど。これ、あんまり強く風をやりすぎると、うまくセットが決まらないんで、ちょっと弱めにかけていきたいと思います。はい、完成です。で、まあ、所要時間ですけども、トータルで多分ね、5分もかかってないと思います。パーマをかけていただいたんですけれども、ちょっとこの辺がもうパーマ溶けちゃって、普通の髪になっちゃってます。なんですけれども、上の方とかはまだ、パーマっぽい感じにはなってるんで、まあ、こんな感じになります。で、僕ね、前がね、ちょっとやっぱ心もとなくて、がっつりこう、髪を下ろしちゃうと、薄さんがね、多少目立ってしまうんですね。なので、幾分か、その感じを減らしたいので、こう、持ち上げてます、僕は。最近。で、この辺の生え際とかを、うまいことごまかして、こうするとね、横のボリュームがないなって横から見てわかるんですけど、ちょっとこう持ち上げるって、
こうすることによって多少ボリュームが出るのでハゲ感が薄くなるかなと。でちょっと一周しますね。はい、後ろはね見えてないんでどうなってるかあれなんですけど、はい、あこんな感じで最近はよく行ってます。なんでまあ一応パーマはかけたんですけど、なんかそうね、あんまり意味なかったな。髪を切りたいなと、ペロッとこにあったパーマをかけていただきたいなと。パーマイコールモテる。アメメンがパーマかけるときにやっぱ注意しなきゃいけないのが、はい、何もしないからかっこよく仕上がるっていうのはちょっと一旦置いといた方がいいですね。あんまり意味なかったな。っていう感じもしてるんですけども、でもまあ、じゃなくても短く切れたんで、いいかなというふうには思っております。これがちょっと伸びてきてまたパーマをかけるかどうかっていうのは考えたいかなと思ってるんですけど、とりあえずはこんな感じで僕は最近毎日セットしております。で今日はエルシードのヘアウォーター寝癖直し兼スタイリング剤とこのヘアフォームを混ぜて使ったんですけれども、いつもはですねこれ、まあ、今売ってないと思うんですけどアリミノのスタイリング剤で、アリミノってねこういうのが多分よくあったと思うんですけど、こっちの方が硬くてこっちはちょっと柔らかめのやつです。でまず髪を濡らしてある程度寝癖だったりとかを整えてからこれを手に取って濡れた状態でこうつけてで乾かしていくっていう感じでいつもやってます。まあ、でも大体こんな髪型になることが多いです。です以上です。まあねどうだろう、かっこいいですか、かっこいい、かっこいい、あそう、でもねもうてたい必死でした。ちなみに最近ね地味にサブチャンネルみたいなものもちょっとずつ上げているので、まあそちらも合わせて、見ていただけたらなと思います。では、次回の動画でお会いいたしましょう。ちょっとすみません、一つ告知をさせてください。来る10月24日が私キッシーの35歳の誕生日でございます。ということで10月24日のだいたい19時ぐらいから誕生日 YouTube ライブを開催したいと思います。いろんな予定だったり状況によっては25にちょっと順延するかもしれないのと、あと時間もねまだしっかりとは決めておりません。まあ、大体19時から23時の間を目安に、やっていこうと思いますが、一応予定では19時とさせていただければと思いますので、まあ、もしお時間が合えば、ぜひ遊びに来ていただければと思っております。でまた時間等々決まりましたらまたお知らせしたいと思いますので、お暇でしたらちょっとクリックをポチッとしていただければ嬉しいなと思います。以上です。モテたい。